ホテルの部屋で持ち帰っていいものいけないもの。結論使い切りのもの再利用しないものは持ち帰っていい。使い切りじゃないものや備品は持ち帰ってはダメ。無料のお菓子 OK。無料のお水 OK。無料のお茶 OK。マグカップ NG。コーヒーカップ NG。コーヒーメーカー NG。コップ NG。使い捨てのコースター OK。湯沸かしポット NG。小分けの消毒シート OK。時計 NG。テレビもちろん NG。使い切りの小さなボトルや石鹸などのバスアメニティ OK。使い捨ての歯ブラシやヒゲ剃りなどのアメニティ OK。ドライヤー NG。タオル NG。ただし温泉宿などでもらえる個別包装の使い捨てフェイスタオルは OK。ボトル入りのバスアメニティ NG。トイレットペーパーは使い切りじゃないので NG。枕やシーツももちろん NG。 ペンは備品扱いのホテルが多いので基本 NG と考えて。アイロンも NG。 使い捨ての袋は OK。 バスローブも NG。 使い捨てのスリッパは OK。 パジャマも当然 NG。 傘も NG。 ハンガーも NG。 以上判断に迷ったらホテルに確認してほしい。